こういうのもあれなんですけど、この製品でここまで書けるんだなっていうことにびっくりもしますし、まあ、それをまあ若干誇らしくも思ったりはします。思ったようにまあ表現できるっていうのが一番重要だとは思うんですけれども、思った以上の表現ができるというところにたどり着ければいいなというふうに感じています。ペンの圧力とかも非常に軽いタッチで線が描けたりですとか、あと新しく傾きとかを取れるようになったので、それが新しいブラシの表現につながったりとか、そういった、あとペンに関しても傾きですとか、ペンの向きみたいな情報が取れるようになったので、まあ、例えばブラシもその向きによって色ですとか柄のパターンが変わったりですとか、そういった表現ができるようになったのは非常にユーザーにとって有益な機能向上なんじゃないかなというふうに考えます。でそういったところが、ソフトウェア側からもハードウェア側からもそのユーザーさんを助けて、よりクリエーションに集中して進歩していけるような未来が描ければ非常に楽しいんじゃないかな。